はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチです。またかという感じかもしれないんですけど、一緒に勉強しようシリーズ、多分シリーズこれで終わりだと思いますけど、第2弾ですね。リクエストいただいてた、ちょっと長めの、一応1時間を計画してるんですけど、1時間勉強してみようというのをやっていこうと思いますので、もしよかったらお付き合いください。まあ内容はね、前回と同じですので、まあ、早速始めていこうと思うんですけど、前回ツッコミがあって、30分の動画で、なんだっけな、その携帯をね、電源切ってみたいな話をしたけど、電源切ったら見れませんみたいな、その通りでした。なので、まあそのスマホとかで見てくださってる方は、LINE の通知とかを切っておくと、まあ、気にならなくていいのかなと。まあ自分のね、この動画の画面を見る必要はないと思いますけど、まあうまく使ってください。よろしくお願いします。それじゃあ1時間ですね、今ちょうど1分ぐらいなんで、1時間1分ぐらいで終わろうと思いますので、それでは一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
はい、ということでお疲れ様でした。おそらく変な音入ってないと思うんですけど、はい、普段ですね、自分は勉強とか仕事をね、普段やっぱして、一人でしてる時も30分から40分で切ることが多いんですね。もちろん時間ではなくて内容で決めるんですけど、だいたいそのぐらいの量になるように設定をしてるので、こう久々に1時間がっつりやったらすげえ疲れましたけど、でもまあこの、まあ、30分のね動画上げた時に1時間のねやつも、まあ、2時間とかね3時間のもありましたけど、まあ、ひとまず1時間のを取っておけばそれを2回使うっていうやり方でね、2時間とかもできると思いますので、なんだろうな、こう勉強のお供に使っていただけたらとても嬉しいので、ぜひねよろしくお願いします。はい、ということでちょっと今自分風邪ひいてまして、咳がねだいぶ出てしまって結構我慢したんですけど、ちょっともしかしたら気になる方もいたかもしれないんですが、その点すいませんでした。申し訳なかったです。でも、ひとまず本当にお疲れ様でした。ではまたね、次回勉強動画か、多分このシリーズはこれで終わりかと思うんですけど、ちょっと一応ね、リクエストも他にいただいてて、それに答えるかもしれないんですが、またね、他の動画でお会いしましょう。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。